さて今日は J スポーツのこれ控え室ですね。ウィンターカップ駒沢体育館の分はこの現地実況でなくてオフチューブ実況ということ、この E と F のコートが駒沢体育館ということになりますね。それ以外の D コート4つのコートは東京体育館で、まあ、現地で実況の音声をつけるというねことになっています。ここが控え室、ちょっと散らかってるのは僕の部屋で、いつも通りいつもの筆箱です。こういう感じで僕はメンバー用をつけてますけどもね、はい。これはモニターでお弁当もあります。お弁当は僕はいただきません。体重制限って言いますか、体重管理をしておりますんで、でこういう感じで外を見ますと、これちょうどね豊洲とかね有明方面を望むというね、ちょうど向こうの方に、東京ビッグサイトの建物が見えますね。国際展示場ですね。でそのちょうど正面のあのガラス張りのビルが、中央ですね、これはフジテレビの湾岸スタジオになりますというような位置関係でやっておりますが、さあ今日も、こんな感じで頑張って、ちゃんとねこうアクリル板も置いてあって打ち合わせという感じ、もちろんマスク着用です。今日僕はこの後 1,2,3,4 第5試合第6試合続けて、担当します。女子の1回戦県立秋田北高北高校対京都陵陽高校、ともに初出場の学校。2つ目が浜松開誠館静岡代表ですね。あと兵庫の三田翔星、三田、まあ、こちら兵庫だから僕の地元ではあるんですね。この2つの試合を実況担当いたします。頑張って喋ります。まあ、こんな感じですよ、はい。まあ、飲み物とかね、まあ、もろもろ用意してもらってます。こうやってね、ちゃんとあの、まあ、今日は顔出しないんだけども、こうやってあの姿見なんかもあってね、ちゃんとここでチェックできるようになっております。鏡ね。というわけで、今回も短いバージョンではありますが、最後までご視聴本当にありがとうございました。こんな感じでございます。よろしいかな？控え室。いつもここね、メジャーリーグとかラグビーの時なんかも、オフチューブの時は、この部屋を使わせてもらってます。控え室、まあ、楽屋ってやつね。はい、Jスポーツの経営理念、いいですね。行動規範、そういったものが、額でしっかりとやってね、掲示されております。というわけで、頑張ってバスケの、中継しますが、今日から4日間は僕はバスケットボールモード、でその後は大阪に帰ればラグビーモードと。いうことになってまいります。野球モードはちょっとお休みかなっていう感じで、なかなか普段見ることのない、まあ、なんてことのない部屋なんですが、一応楽屋ということで、ご紹介しました。じゃあまた僕のダウンです。じゃあね、僕のマフラーです。僕のショルダーのカバンです。かわいいでしょこのバファローチェック。